準備はできているか。あ、よし、行くか。おかえり。写真の方はどうだった？こんなんでいいか？これならうちの読者にも見せられる。読者って？ああ、僕雑誌作ってるんだ。メテオパブリッシング、知らない？ああ、いや全然。じゃあこれを機会に覚えておいて。これ今回の報酬。もしお金に困ってるならまたお仕事紹介するよ。僕はビブ、これからもよろしくね。君か、ちょっと時間ある？お仕事頼まれてくれるかい？また写真か。お、察しがいいね。今回依頼したいのは御影島ね。わかるかな？ガーディナから見える変な島。ああ、知ってる。うん、神話にも出てきて有名だもんね。撮影ポイントは任せるからさ、あの島が素敵に見えるように何枚か写真よろしくね。ガーディナの海鮮料理、あ、思い出すだけでよだれが出るよ。俺の写真が雑誌に載っちゃう？普通に考えるとねえよな。俺たちに依頼する理由がある。頼みやすいんだろ。
よ、お兄ちゃん、一本食っていきな。ああどう、いける？うん、うまい。だろう、次からひいきにしてくれよな。飛行基地ってなんだか不気味だよな。毎度すまないな、助かったよ。うちの野菜好きなだけ味見してっていいぞ。お、元気でハンターやってるかい？実は仕事があるんだが、収穫ならお手のもんだろ。よろしくな。鮮度抜群、おいしいよ。またのご来店よろしく。物はいいよ、買ってきな。ありがとうさ。いらっしゃい、ゆっくり見ていきな。またよろしくな。いらっしゃい。腹減ってるだろ、何にする？この辺のことね。頼まれてくれるかい？しっかりね。薬はちゃんと買ってくんだよ。おお、また来たね。またよろしく。
いらっしゃいませ。ご利用どうされます？休むか。うん。速報です。アコルド政府のカメリア首相は先ほど記者会見でルナフレーナ様をオルティシエにて保護していると発表しました。ええ、オルティシエにいらっしゃるのは本当です。ルナフレーナ様の死亡が伝えられ、我々アコルド市民も悲しみに暮れていました。ルナフレーナ様は少しお疲れの様子ですが、お元気にしていらっしゃいます。ルナフレーナ様の今後についてカメリア首相は調印式の襲撃事件での扱いを踏まえ帝国と慎重に協議すると述べています。帝国軍アラケーロ基地襲撃事件について新しい情報です。帝国軍はレスタルムに潜伏していた男たちを捕らえ、すでに帝国に移送